こんにちは。ということで、今回は、負けたらウマヅラハギのせいにして、ウマヅラハギをボコボコに叩く感じのエイジオブエンパイアです。僕を鍛えるけど、負けたら俺のせいなんだ。ちょっとでもひどい立ち回りや動き、兵出し、甘い行為などなどをしたら、ケチョンケチョンに言います。けなして伸ばすタイプですか？いやもう徹底的にもう人格否定から入るよ。だからお前は強大に落ちるんだ。だからお前はバカなんだっていう人格否定から入って、果ては性格までもう攻撃し始めるから。お前のその怠惰な性格が、このエイジオブエンパイアの負けを招いた。お前は人生でも負け続けるつもりかっていう風に、もう人間性の否定から入る。恐ろしいな。俺らの大事なランクポイントがウマヅラハギに奪われるってことだね。完璧なプレイすればいいんすもんね。もちろんエイジオブエンパイア最高ランク征服者レベルのプレイングは求めるよ。操作表とか出させるか、テック何研究したか全部徹底的に提出させるっていう、このタイミングが違くない？優先順位もしかしてつけれない人かな。気持ち悪い。はいはい、もう、ね、はい、もう勝てて当然、勝てて当然。もう俺も勝てなかったらもう無理、引退しかないもん。ああ、もう勝つしかない。勝てなかったらもう引退。これ50人くらいともやめてもらう。もうえ、激重いじゃん。ええー、なんか街が切断。あ、相手あれですね、どっちした、相手がどっちした、流した。え、流すって何？エイジオブエンパイアで流す、バロラントみたい。どういうことなの？なんかみんなルーシー使ったとかそんな感じなのかな。隠された谷か。プラチナ、雑魚普通なんとかなるはずだよ。なんとか。まあまあ正面に壁立ったら、まあちゃんとこれは2つの方向しかまず入り道はないんだよ。真ん中に谷がある感じ。そう、真ん中に谷あって、そこに木が生えまくってるから、まずはまあ一旦耐え、相手が四季のレガシーがプラチナ、日本がゴールド。あ、相手四季来るんだ。で、まさに第3まで上がってたらもう最強だから、上州強いから。うん、そう、まあそこでガッツリ出して。マズラギ、はい、うん、もう負けてない？すでに。いや、すでに今負けてる。このバーが負けてることに気づいてる。これ相手はもう精神的に勝ってるよ。もう相手の方がプレッシャーかけてます。これ時間使って、宮本武蔵みたいな感じ。それ待たせて、相手を苛立たせて、平常心を失わせて勝つ。そうそう、これで最初のビルド敵できないから。なるほどね。あ、今気抜いて裏画面とか言ってる。あ、そうそうそう、青。これでできなくなるってめちゃくちゃ精神弱いな。これなんか誰が戦、なんか前線とかないのか、これまさか。いや、俺とオレンジ色の人は誰だ？俺や。クンさん。真ん中のおまさんが今一旦安全。あ、そうなんだ。こことここに道があるから、横に左右に。だからまあ変に入り込まれんかったら実際ぬくぬくファームはできるアップになってるから。で、野良資源が多い、ここのマップは特徴として。さすが解説員暇人、やるな。ありがとうございます。その代わり羊が少ないんで、マップ知識に関してなかなかやるな。いやいや違う、実力もやりますから見ててください。マズラギ、その村人の動かし方何？なに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 。マズラギ、お前その村人の動かし方、そういうビルドだって。そういうビルドだ。もしかしてお前なんかふざけてる。真ん中木って言ったのに、なんで真ん中にずっと石膏置いてるんですか。ダメっすよね。もうちょい奥に回しましょう。敵の内政を見て何をするか。もうこのターンでもう把握しとくなきゃ。あ、ほんまかな、これ。相手が石取ってはどうするんですか。ちょっとこれ相手の 2T してくれますよ。え、村人何してんの。ちょっと待って、本当に俺ちょっとトロルします。あ、俺も多少トロルしました。普通にビルドまともにできてないわ。あ、俺の方の目の前に中国。この石膏何やってんだよ、この石膏は。ちょっとマップの理解がちょっと。なるほどね、仕方ないやつか。やばい、ちょっと待って、お前たちもう本当にやばい。なんか、はい、情けねえ声を出すな。うちのチームに、うちのチームに情けねえ声はいらねえ。うん、で羊がいないせいでさ、あれなんだよね、食料村人が完全に暇しちゃってるっていう。あ、待って、ああ渡したら、じゃあさ、待って、俺の羊ちょっとそっちに流してるわ。一応マシン、これ相手の動き方次第だけど、漁師で軍出しする。これちょっとしんどくないか。まあどっちでもいいですけど、やりたい方で。ヒマシンが自分で守る方向にするんだったら、俺は軍出ししないけど、でもマズラギは守れないか。いや、一応マサンマリなんで、一応は多分2カ国で守るわ。
別にまあいけるか。壁張っていきましょうか。しんないなこれ。壁は張って相手の諸葛土兵に対して耐える動きで、で馬さん馬出しておいていいよ、相手諸葛土兵出てくるから。オッケー、馬どこに作る出せばいいんだ。まあ、どっちもいい、クンさんとか俺の方とか、なんか数の多い方、まあ、できれば諸葛土兵に当てればまあ簡単に倒せるっちゃ倒せるし、まあ、いろいろ時と場合。さあ相手もあの時は手記はまあまあ上がるよな。確かに、いや俺手記だいぶ遅かったけど、それでもなんか負けなかったのが、なんかちょっと相手多分そんなに強くないかも、俺ミスったから俺同じぐらいの同程度のミスはやってるみたいな。あごめんごめんごめん、相手ここね、まだまだまだすげえ遅い。日本何言ってんのこれ。なんだこいつ、なんだこいつ、なんでそこ殴ってきてんや、意味わからんぞ。まあいいよ、ほっとこう。相手の方に一回石膏流して、相手は一体何をやってるか。キーめっちゃ取ったら相手はもう終われないよ。確定？うん。俺、兵出しもしなければ、到達もしないわ。あまりにも相手が遅い。でもさ、馬流すときは真ん中のここに流すと、相手キー取ってるやつ殺せるから。あ、うん。え、なんかね、流したつもりだった。ごめん。いやじゃあ、石膏やからいいよ、石膏やから、それも。ああ、はいはいはい。ああ、もうあれね、嫌がらせするときね。ね、その情けねえ声、ね、今の。いや、どうしようかなと思って、ちょっと。ね。ちょっと最近、ちょっとエイジオブエンパイア、ちょっとサボってた。え？あ？いや、ちょっと。一日サボったらエイジオブエンパイア下手になるぞ、お前、マジで。ちょっとサボってた。何言ってんの、お前。一日サボったら2倍下手になるよ、もう一日で。まぁ、あ、ちょっとね。次の日サボったら4倍下手になるし、もうなんかどんどん下手になっちゃうよ。サボってたんすよね。下手なやつは一生下手のまま。なんで落ちたか考えたことあるか？そういうところだぞ。いや、その通りだと思います。自分を律しなかった馬面萩の心は、今、馬面萩は、高校2年生の雪辱を晴らすとき、52クラスとかやってる場合じゃない。相手あれ、即除。オッケー。あ、同じね。同じコースね。いや、金荒らせるよ。金馬荒らせるよ、だもん、これ。荒らしんく。ちなみに、俺も即除だとしたら、俺も終わるから。オッケー？いや。相手も上がった？谷通れないの、これ。谷通れないって言ったじゃん、木で。通れないんだ、ごめん。君は説明を聞いていたのかい？いや、ちょっとね、うん。全力壁立て立てやってます。俺壁一切立ってない。自分、俺点で守ってるから、俺面じゃ守れないからね、俺。相手の木荒らしに行くか、このまま。OK、相手の村人殺しまくり？俺、対策で騎士も出すわ、俺。もう。いやいやいや。相手の諸葛来そうな気がする、これ。絶対来る、絶対来る、絶対来る。おしおし、相手には取らせねえ。なんだ、もろろしてない？おねえ、耐えた。そういうのがあるの。ボロローで天候って言って乗っ取られんのよ、自分の村人が。へえ、そんな悪魔の手によって。そんななんか恐ろしいのを浮かんだ。3日サボってたからね。これ基礎知識だよ。これ良くないね。次から気をつける。はい、すいません、気をつけます。で、木とか余ってるんだったらもう兵小屋はバンバン出した方がいい。うん、ガツン。これ合言葉な、魔法の言葉だから。ガツンね。オッケー。頭悪そうに聞こえるでしょ。うん、頭悪い。実際頭悪いから。なんだ。ああ、そういうやつね。なすまさん、
ウマヅラハギもそっなんかそんなすぐ出せるのか。いや、即上じゃないから、まあまあ実際相手も上がって出るから、まあまあ実際まあこれじゃいっちゃう。まさ、この兵はもうちょい前に出して嵐に行った方がいい。オッケー。いや、死なしちゃダメだよ、絶対にその兵は。相手土兵出してる可能性あるから、これ出して、相手まだ上がってないから、逆に今荒らすチャンスだから今、今さ、俺らは。あ、上がってないって、ごめんごめん、あの、なんか兵出し切ってない、多分この手を行くような気がする。できれば木のとこのここら辺とか狙いに行ってもいい。青がなんか騎士に立ち向かってきてる。おーおー、殺せる殺せる、これ殺しまくれる。相手日本か、その日本潰しがやりそうだね。なんか潰せそうだね。バンバン狙っちゃっていいかも。なんかこいつ、軍出ししてないな、これ。狙っちゃおう、狙っちゃおう、狙っちゃおう。これ見て見て、ここ、この辺、俺のところらへん、多分これ勝てるわ。あー、それ勝てる、絶対勝てる、絶対勝てる、絶対勝てる、しばき倒せろ。もう、内政させてない。この金馬おるやろ、敵。おっと、槍兵がめっちゃいたわ。あ、気ぃつけて。ちょっと殴って引く、なんか作ってる。いや、槍めっちゃ作ってると思う。俺のさ、なんだっけ、俺の軍のやつ見て、はい、多分騎士メインだと思ってると思うから、とりあえず。あ、OKOK。武士作ってる、なんか武士了解。前押せる、押せるよ。ギアム強すぎ、強すぎ。少林寺はあれ弓でしたっけ、確か。いや、少林寺別に弓ダメ、弓ダメ。あ、そうか、あれ勝てんか、急があれか、騎士なん、あれか、あれになるのか。前出すよ、ここ。ここ俺メインの本体ね、ここ。最悪馬さん向こう行っていいよ。うん。馬さんそっち行って行って、ナイス。うん。どうした？いや、悩ましい声が。いや、作ってるよって。ぐんぐん。ほら。ああ、大丈夫。ナイス、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 ナイス。いいよ。相手のあれは取らせないと。この金馬を抑える。ここ。軍兵かなんか騎士いるわ。ナイス、ナイス報告。待って、この辺軍いるけど、もうほぼ機能してないような感じ。そんな機能するほどいない。ちょっとずつ押すよ。はい。旗本やる、やった。いや、これなだれ込めると思う。相手 2TC。 ナイス、潰そう、潰しちゃおう。下がって下がって下がって、あれしに行っていい、今ずら。お、奥に行って荒らしてきてほしい。オッケー、じゃあ回りますね。ちょっとだけ下がる。あ、右からなんか回ろうとしてる弓。なんだこれ、農民か、農民殺そう。農民殺しちゃう、殺しちゃう、殺しちゃう。やべ、資源のやつミスったな、割り当て。マリのやつ立てまくると味方が逆に金取れなくなるから、そこだけは気をつけて。オッケー。やばやばやば、ちょっと待って、これ、ここ来てほしい。これ多分俺死ぬ、俺の軍隊。な、諸葛亮に対して馬バンバン流し上げ、投石機がやばい、投石機がやばい、投石機に対して流し上げて。どこだ、ライン4か、ちょっと流すわ。なんだインコーン、インターホンが鳴ってしまいましたね。ちょっと大丈夫です。あれ壊すね、マジに。インターホン壊すよ。あ、インターホンは壊しちゃダメだ、どう考えてもダメだね。逃げていい、逃げていい。あの、壊した、1個壊して1個めっちゃ激怒。だ、まずいな、それは。1個でも生きてたらちょい面倒いかも。なんだこれ、帝王ラッシュか、これ。もう早めに行った方がいいぞ。そう、早めに行った方がいい、早めに行った方がいい。へえへえへえ、もう垂れ流して作ったらもう。あれで全然へえ作ってないから。やべやべやべ。ねえ。この激浪投石機潰してほしい。相手なんで石やってんのこれ。いや、すげえことしてるなんか相手。潰せる？無理だったら。いや、無理だ、無理無理、絶対無理絶対無理絶対無理。オッケーオッケー、じゃあ土兵作る。土兵じゃなかった、あれ作る。
イマジンの方どう？もう中まで荒らしまくってる、ちょっと一旦。意味わからんことされてるな、これ。とんでもねえ、とんでもねえよ、つくと。相手の村人殺しまくってる、今一旦。それも垂れ流しで。一旦ピンクと紫はこっちだから。はいはいはい。まずは前に、はい、前に。はい。もう垂れ流す。ナイス。今行く、今結構チャンスだよ。待って、それなんとかする。まずはそれ守れそうにない。こっちはこっち守れないんだったらそういう立場にする。どうだろう。宝石がね4つぐらい出てて、いやもう宝石多分終わらせられる。とんでもない量出てるな。でもちょっとね、槍兵が多くすぎてね。槍兵が多いんだったらもうあの騎士とかあれ出しとく。ちょっと行くんだったら行くべき。これえ出てる。旗本即死。マズラ、ま、前押しすぎ。あ、オッケーオッケー。絶妙なバランス大事。このいや相手歩兵多いじゃん、うん、あれバンバン出したの。投石機とか出したから俺らもちゃんと、はい、もう出してたら全然いいんだ。オッケーオッケーオッケー。兵操作で勝ってる。もうオッケーオッケー。相手も絶望。ナイス。投石機全滅。相手のナイス。ああ波状地めっちゃ出てるわ。波状地はもう言うて強くないから、もうガンムシリガンムシリ。オッケー。バンバン潰せるから。波状地とかはもう別に一瞬で壊せるから別にいい。ここまで金銭てか なんならもう無駄まである。あれやってんのこれもう完全に無駄。馬面木なんかそれより突っ込ませすぎてるかも。それ、はい、なんか軍隊戻してこのメインのところまで。相手たぶんテックないぞ。相手ほぼナイス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 。オッケー。相手に同辺に対して俺これ準備するから、多分太刀打ちできなくなってくる。そろそろ構成限界来そう。栄養化する。ドナット投石もう一個作って、マズラ当てて。はいはいはい。ナイス。ウマさん頑張れ。たまこれ当て勝つこれ、うん、当て勝つし、こっちも前に押せる。で、あの槍はこっちの投石機でやろう。はい、投石機と一火砲でやる。オッケーオッケーオッケー。もうボロボロ相手。オッケー。あと余裕があったらここにあれ市場だけお願いします。まあ、ちょっと待って、どこに市場っつった。もう一回やって。市場こっちに、あ、馬さんかくんさんからいいんで、こっちの一品立ててもらえれば A級編に出るんで、ひたすら攻撃 A 級編。紫 5TC ぐらいやってるからなんか意味わからんと思うけど、本当に 5TC なんだよ。待って、真ん中抜けてね。いや、真ん中は、ま、真ん中キーだ。キー壊れかけ、気付けて。いや、正直敵多分もう
ガチで何も考えずにやってると思う。なんか軍量出てないから、こっちもちょっと操作量がかなり奪われてるけど。オッケー、行こうか。俺こっちを攻めます、このまま。オッケー。いや、多分こっち今後手に回るしかないみたいな感じになっちゃってる、正直。え？詰められて、なんか殺されることはないけど、相手が抜くって、なんかいい当て方してきたらまずい。あと、帝王の時代に全然入れないから、ちょっと。了解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 。俺一応もうこのままで無理しない程度にガンガン前押してくる。全然入れない多分。嵐だけしてすれば、なんか適当に流して。なんか来てる、なんか来てる。これどっかで金取ってるぞ。これ金馬どっか取ってんな。来てる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 。大丈夫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 。最低限の兵でなんとか防衛してる。なんだこれ。この金馬取ってねえのか。よくわからん。よしよしよし。第4いける。オッケーオッケー。もうこのまま俺も中垂れ込ましなんで、もう結構まずい。左側左側、ちょっと兵の当たり弱いけどやってほしいかも。大丈夫、相手が当て方が非常によろしくない当て方してるから。青がトロールしてるから大殺戮してる。真ん中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 なんかやってる相手。あ、ようやく追いついたな。ちょっともうこれ長期戦で考えるわ。今なんか裏めっちゃ行ってる俺。兵士2人侵入させて。了解了解了解。あと相手の中国こっちまでキー取りに来てんじゃん。これうまさ真ん中殺せるよこれ。そこから入られるからそれなんとかした方がいいかも。確かに。なんかめっちゃ俺のこと追いかけてる。相手の中まで入るとスーパーの。おっとすごい量いる。どこ？真ん中真ん中真ん中。槍兵がとんでもない量に。槍兵来た、それそれそれ、もうぶっ殺せ、ぶっ馬馬出したらやばいかも、それに対して。多分騎乗兵もう限あ、それ騎乗兵じゃなくてソファーだからあれか、重機ソファー。え、大丈夫大丈夫、もうなんか一旦相手多分相当だるいことになってるはずだから。なんかめっちゃ抜けてる、めっちゃ抜けてる。待って、真ん中抜けられてる、真ん中抜けられてる、真ん中クソ抜けられてる、やばい、終わるこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、まずか、それちょっと早めに仕上がった、それは。ちょっと待って、横、詰めるしかないの。いや、これは多分、これは終わる、多分、普通に。完全に逃がすわ。いやー、マジか。なんか粘るわ。一回村人を収納して一瞬耐えれば。いや、もう耐える。なんとかするしかない。いや、もうこれ前押すしかなくね、これ逆に。俺はもうがっつり押しまくってる、もう。逆にプッシュ？いや、なんか馬面は下がってもいいと思う。あ、オッケープッシュできね、押し勝てなかった。だって馬座に下がったからここ終わった。なあ、いや、まあ一旦もう待って、俺も何か真ん中なんとかした方がいい。真ん中をマジで何とかするだけでいける。なんか市場焼かれてる、変な右の市場。これ壊してほしいかも、この伐採場。ん？暇人さんか。あ、暇人さんか。これちょっと石壁。相手の操作量壊す。
オーケー、相手の所轄で瞬殺。よし、いける。ちょっと待て。何に言ってる今。どの文明アタックしてる。今中国アタックしてる。一旦ちょっと待って、痛み分けみたいになったわ。ずいな。だいぶ前線良くないよ、多分。マズラ、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 なんかトロールしてる。あと、もう騎兵だけなのやめた方がいいかも。多分、さすがに、さすがにもう無理かも。槍兵分かって、もう敵出してきてるからもうやめて。混戦とか。混戦にしないとまずい、多分。真ん中。真ん中立てられてる鳥で。真ん中抜けられたのか。真ん中は無限に抜けてるんだ。ちょっと待って、俺そっちに兵出すわ。ちょっと待ってね。一応大筒出して、ちょっと建物ダメージ出すわ。あの、めっちゃ抜けられてる、また。マザイ、絶対真ん中守ってほしい、ちょっと。オッケーオッケー、ごめんなさい。ちょっと、石壁立てて安心しちゃった。いや、これ、どうしよう。壊しに至る、壊しに至る、壊しに至る。相手もなんかすげえトロールしてるような内政相手ないみたいになっちゃう。無理やな、俺多分そっち相手したら俺こっちの中国ちょっと相手できなくなる。中国って紫でしょ。中国紫、こっち俺正面戦いやってるからごめん。敵のなんか裏に騎兵声作って無限垂れ流し始めてるから、もうまさに俺これ前線もう終わったから、俺多分俺は行けないかも、そっち。オッケーです。市場なんとかして立ってほしい。多分今もう長期戦だから、絶対シーン切れるから。オッケー。市場どこ？それに立てれるじゃん、適当に。もう立てれるとこにひたすらに立ってほしい。なんか金目ぐらい来とる。なんか音するよ。また流れてこない。ちょっと待って、ちょっと待って。うまさ、うまさ、うまさ、うまさ。マップ見てほしい。ちょっと待って、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 待って。何？で、もう柵立てる。とりあえず。相手村人動かす気がないんだよね。あんまりなんか知らないけど。なんだろうこれ。どういうつもりでやってんのかわからん相手が。あ、なんか止まって、とんでもないやつが来てる。待って、ちょっと待って、待って、後ろと前で、ちょっと待って、作業量やばすぎて、ちょっと待って。ちょっと後ろ大丈夫だよね、ちょっと待って。あの、真ん中は、なんとかするから。こっちちょっと待って、ね、こっちがね、ちょっとまずみになり始めてる。ちょっとこっち。やって、こっち、こった瞬間やられたな、ちょっと待って。とりあえず、真ん中なんとかする。他は、ちょっと、わからんけど、うん、あ、市場そこか、ちょっと待って、やべえな。ちょっと待って、いいそこはいいる。どうだろう、いや、通るかなと思って通、ギリ通らな。ごめんなさい、こっちにちょっと兵送れる。あのね、今ね、攻められてるんですよ。ここも攻められてる。どこ攻められた？右。あ、そこか、ちょっと待って。多分それは大丈夫、一掃できる。当て勝てるな、これ。当て勝てる。いや、どこうぜ。ちょっと待て、これ今とあれ出しても旬で解けるな。あ、待って、こっちえぐいぐらい来た。オッケー。前詰めるよ、じゃあこっち側の、このこっち側ね。です。あー、オッケー、詰めるよね。ケツも今一応抜かれかき。守れる、それ。今いやー、ちょっと待って。
先生先生ありがで、そのソファクソありがで、うわめっちゃありがで、ちょっと多すぎて無理だ、ごめん、ちょっと待って、多すぎて無理だな、こっちこっち2カ国行ける、そっち、いやちょっと待って、1番ね、どうだろう、これやべえな、これ全部持って帰ってこれねえな、えぐい通り方してたこいつ、あーいやごめん、こっち無理かも、こっち負けちゃうかも、こ銃とこのオスマンのこれが中国とこれがやべえ、ちょっと鬼強え、まあこれで引くかも、ちょっとは、一応時空途上はやれそう、あ、やばやば、佐々木本いる、これやばい、うん、このこれがえぐい、これでちょボコボコにされちゃったよ、街オスマンの二大巨頭揃っちゃった、え、もう気持ちにゲームオーバー、もう死んで死んで死ぬ、じじ、いやちょっとなんか右の戦線がな、真ん中ちょっとやってほしかったな、ちゃんと俺がやればよかった、重要な場所だし、そう、肘をクソぜなこの反省点、気まじって2分目からおさらいしてたんでしょ、一応は、でもどっちかというと諸葛同編、でもメインはやっぱ諸葛同編に対してちょっとボコされた感じはあるかな、いや俺あんま軍出しできてなかったな、25分ぐらいでできなかった時点でもう厳しかったな、あと攻めがちょっと合わせれてなかったな俺も、確かになんか攻めるタイミングが東と西で違ったような気がする、町の人は相手もかなりオワオワみたいになってたんだけど、オワオワでもう、もうとんでもねえぐらい上下したはずっすよ、ボワボワボワみたいな、いや真ん中ちゃんとさっさと石壁立ててちゃんと立ててるのを確認しなくてやばかった、先端壁あるよ真ん中に立てて、なんか壊されたの気づいてなかったんですよね、なんか中国の T シーツやべえ、村人いくら殺しても復活しようよまして、ちょっとこれバカでしょこの 4TC じゃん、ちょっとリベンジしたいな、あと一戦できるっしょマジでさん、あと一戦ですか、わかりま、あと一戦、ラスト一戦で了解、フラおおゴルゴル、いやマジであかんな、中国に対して本当になんか俺戦い慣れてね、いかんな感じする中国に対して、いや俺ね帝王の時代入ってからね相当ちょっと厳しかったんだよな、裏の内政破壊もやりつつ手前もやるっていうのはちょっと難しかったから、もう脳死で垂れ流しみたいな、あと右側敵来なかったけど右側はなんか結果論で来なかっただけでマジで右側無視されたら終わってたから、よし、強えな、でオスマン、フランス、あれさっきと一緒、フランスが日本、フランスが日本と違うだけが、うん、いやちょっと待って、頑張ろう、いやこれ早そうだよ、これ相手めっちゃ早そうな気するな、これ諸葛はいくら殺しても出てくるな、ほんまにあれ、えぐいな、諸葛は結構第4時代はもう脆いユニットになってるからまだなんとかなる気がする、あと多分最終局面の第4時代はもう全員それぞれのユニット出した方がいい気がする、うん、ちょっと騎兵しかやってないのはちょっとやばかったっすね、うるさい、オッケー頑張るぞ、これカンアラビアか、カンアラビアってマップはもうなんかひたすら平坦みたいで、俺中国だから面で守らないからね、暇人この前みたいに、うん、だからあの点で守るから壁は炊けない最初は、でけえ金鉱石の近くに羊は湧いている、どこにいる、まさ、どっちに尽きるこれ、斜めに尽きられたら俺のあの探索する範囲が、ほんとだほんとだ、戻る金馬発見、フランスの金馬、結構もうがっつり金取ってるこの感じ、なんか多分金馬荒らしやすいからどうしようかな、誰が行くべきだ、金馬前後ろ、あ後ろだけどなんかこうちょっと遠目だから割と荒らしはそんなに難しくないと思うよ、多分水色めっちゃ、フランスめっちゃ早いから、うん、俺軍ゼロで一旦やる、あの建物だけで防衛するわ最初は、騎士、うん、うん、最後の方になるともうなんかやることが多すぎてもうなんかマジでもうちょっと頭が良かったらなってなるんだよな、頭がもう少し良かったらもうちょっとできるんじゃないかみたいな、悔しいな、一旦ケツ探索した後前行くか、
相手の二分目見えてないから、混ざってるから、それだけ。俺はちょっとまだできない。あ、やりへ、暗黒キャリー来てんな。イマシンの方か。そうっすね、俺の方に。暗黒やりだけ、ごっつー来てる。オスマンの金馬がやった。OK? 領主が、どこだ?領主真ん中の、あれだ、レガシー。OK。まあ、レガシー早いから。相手の剣馬嵐はどこに行く？めちゃめちゃ両者遅いな。いけるわ。うん。ああ、なんかやろうとしてる。ここが。あ、嵐、あ、そっちに行ったんか、俺のあれ。いや、うん、大丈夫。でも俺、もう食料しか取る気ないから、今。うんうん。食料はもう、全勝地で守れるから別に無視して取り続ける。もう少林寺建築よし。はい、第3押せた。よいしょ。あ、なんか村焼き出してる。多分まあ無視でいくわこれ。これやって、あとは、やり出して。日型近しい茹でんな。あ、なんか 2TC やるつもりじゃねこれ。中国。あ、騎兵来たわ、こっち。僕んとこ。入れる?入れない?まあ、なんか、こもって。俺、もう自分のところだけ徹底的にこもってる。絶対俺のところは嵐に来ないもん。あの、護衛とかできないからね、俺の軍で。荒らされてたからもう、うん、これしかできなかった。直したらば多分絶対間に合うから。いや、もう間に合わない、間に合わない、相手。間に合わせなかった。相手ナイスアラ進行。フランスがチャンス。中国 2TC っすから一応気をつけてください。これ多分ぬくぬくさせたらとんでもない人数になります。相手ここ絶対こっち、あの暇人とかの方行く。了解、嘘の逃げ店死ぬ。それ逃げるわ。うん、相手あれ立ってんの、タワー立ってんのか。フランスも第3弾も出す気ないね。まあもうとっとと上がるタイプだと思う。な、水色どっか行った。多分荒らしてる、荒らそうとしてる今。ああ、こっちだこっちだ。まずはさ、防衛しないとまずい。それ防衛兵力いる？それまずいかな。ゼロはやばい。引いてる感じがある。何かいると思い込んだ、運よく。もう全部壁張った今俺が。マジに多分それね、ヘルプが行くと思う。一緒に行くわ、それ。あ、これ一回、あ、いや、これ、いける?いや、無理無理、ちょっと無理、あの、俺すもん。違う違う。
歩調合わせていく、それ。ああ、これ嵐だけだから大丈夫ですよ。嵐だけなんで。言うて嵐の。なんかまあゆっくり行った方がいいか。だから俺結構そこそこの本気でいけるよ。なんすか。ちょっと俺は今ちょっとまだ無理かも。マジ水色の方嵐行かない行くなら。あ、いいっすいいっす。どっち。騎士帰還させたくない？ああ了解っす。ちょっと待ってくださいね。水色どうだろう。多分沼さんと言った方がいいかも。俺多分やったら俺多分オスマンに起こされる。マズラギン今どうなってる？今ね、戦闘石膏3人だけだけど、ちょっと行ってる。なんか引いてってくれた。なんか絶対帰ってくる、あれが。待って、ここで弓小屋壊そう。このちょっと引いて。あ、その金、あ、いや、金バー出してほしい。オッケー。で、あのもう一回食料のところにちょっかい出すよ。裏まで見てってほしい。なんかやばどうなってるかどうか。村人めっちゃいる。ここおの真下弓火の真下。あー騎士来たわ。騎士来た。あ、来るそれそれ。ぶつかる。うん、こっちに。まさん、それ逃がし、そう味方の方に。さあ、いつ何もできないから。え、多分兵貯めてる。兵貯めてなんとかしようとしてる。で、この騎士やろう、騎士やるわ。OK。てかもうこの金が多分欲しくてしょうがないんだと思う、これ。金やろう。まずはそれ当てたら多分死ぬかも、それは。あ、相手の中国手を。マザラさん当てたら死ぬ。下がりながら戦った方がいい。おい。相手中央、手を。マジ？手を。何もしてないだろ、多分あれ。軍隊作ってねえな、これ。相手。3TC だから。ツーマン、倒すか。これ倒すよ、これ。村人が無理やり作りに来た。うん。村人やったほうがいい。立てられたなー、これ。あー、無理。シパピにやられるな、これ。引きながら。そっちの二分目、こっち。オッケー。オスマ行ってるってことは、こっちオスマちょっと。相手も手を。一旦大撤退。結構あんまりダメージ入ってない気がするな、相手に。もう戦闘石膏行かせないでいいと思う。あと戦闘石膏多分もう役に立たないかもしれない、この段階だと。うん、もう作ってない。もう特攻させてなんか壊すぐらいの気持ちでいいと思う。はい、第4行くも。よし。俺騎兵、騎士めっちゃ出すから。どうしようかな。今来られたら相当やべえな。多分相当来るぞ、多分この感じ。多分まさにこれ孤立して死ぬ、これ。オッケー。なんとかしといた方がいい気がする。俺ら全員一気に今上がったから多分今来る気がする。まあ、あと相手が上手けりゃそこそこ。マジャンこっち来てんな。
そっち来てる。そっち来てる。こっち来てる。オスマンが来てる。オスマンか。なんか寸劇来てた。え？必死ばっかりだな。いける。待って、当てる当てる当てる。待って、こっち下がって、そっちで叩かないで、そっちで叩かないで。よく見て、よく見て、よく見て。レガシーも来てるわ。え、みんな騎兵、めっちゃ騎兵多い。これ入れたらまずいな。追いかけるわ。逆に言うとこれ、もう多分抜けらんないと思うよ、これ。どういう逃げ方してんだ、それ。殺そう、殺そう、ここで。オッケーオッケーオッケー。囲んで殺した。相手の、なんか、軍、なんかトロールした。全滅。ナス？ピンク全滅した。これ今チャンスかも。まずはこれ押すチャンス。一応。オッケー。どこまで取るか。聖地まで取るか。聖地まで取るよ。はい。いや、いるけど、いるけど関係ない。関係ない、関係ない。やれる。半分だけ来た。どういうこと？あー、レガシーの騎兵もたくさん来た。なんだこの自爆は。なんでこれ自爆しに来てるの。まあいいや。マザラギさ、前に要塞作れたりしないか。待って、今ね、ちょっと自陣守るのにちょっとあれしてる。なんかすごいことになってるよ、ここ。どっから抜けた。あそこそんな乗り込まれてる。やべ、しくじった、これ痛え。あ、これ紫やべえな、それ。ちょっと、頑張ってつけらんねえ、ここ。大丈夫、大丈夫、頑張る。一旦これで、宝石とか全部一回ぶっ壊したから、この後は、一旦は耐えれる。テックの研究が全然入れられない、余裕がなくて。研究差出てる。待って。やば。前。いや、おっす。オスマンか、これ耐えれるか。前、戦闘発生してる今。これ多分やばいかも。マズラさん、軍隊いる？そっちか、オッケー。今どこいる、軍隊。あ、フランスもなんか流れてきた。マズラが軍隊がいないぞ、どこ行ったお前。あ、今ね、ヒマジンさんの方に構えてたの。そう、それこっちが終わる、それで。うん、クンさんも向かわしてるよ。うん、クンさんの方に、クンさんの方に行った。いや、こっちに威嚇を来た。まずい。あー、これまずい。なんか、イルフを装うしかない、軍隊が。あー、ジジイかも。いや、まだギー。いや、違う。こっち下見てみ。こっち、やばい。いや、下に2カ国来てるからもう無理。いやー、マジか。いやいや、ちょっと待って。できるだけ逃がすわ、ちょっと。ウマヅラハギの兵当たってくんないと無理かも。当たってる、後ろで当たってる。あ、土兵、ただの土兵。これどうすんだこれ。割と全滅になってる。でも土兵の方がいいかも、弓兵よりも。僕？うん。弓兵はなんか第四時代だと、もうイギリスぐらいしか多分役立たんか。土兵ならやめといた方がいい。土兵って、土兵って何に強いんでしたっけ。鎧持ってる奴らに対して強い。騎士に強い。騎士とか、そう。弓は騎士通んない、ほぼ。土兵ない、あ、いるわ。そこへか。いや、あるある。土兵は全文明ある。中国だけない。これか。ヒマジンさん、これはジジイです、こっち。無理かも。だいぶっすか。いや、見ればわかる。もう街の中心も全部焼かれた感じ。ああ、ほんとだ。だし、もう村人ももう、いませんみたいになってる。水色のフランスだけだったら正直なんとかなったけど、ピンクも来たからもう。確かにこれはね。
や俺がもうちょっと前線、いやでもアメリカどうだろうな、内政さちょっとついてた気がするな。そうだね、軍量がちょっと足りてなかった気がする。あと要塞建てるのがちょっと遅れた。要塞しっかり建てたりしないと、まあこの大砲の量は要塞に来ても感じた気がする。確かにそこはね、オスマンの量っすね多分。ジジジジ、いやむずいな、なんか最近負けるな。まあ相手もちゃんと強い。でも弓は第二時代でもう終わりかも実際。弓は第二時代で終わりで、まあ、次はなんか兵で、第四時代は重兵みたいな、まあ大体パターン。いや初手でな、押し切れたらな、あの水色がもうちょっと兵小屋立ててもっと大量生産した方がよかったな。 2TC で帝王戦に行かれたから厳しかったのかも。いやでもな、中国のあの 2TC 止めるのむずいんだよな、チーム戦の時。ああそう、こうやって両側も押して一回負けて、いやーボーン、街の人も生産してる余裕なくなったもんな途中から。いや帝王戦むずい、マジ帝王まで上がってもやっぱ経験値の差みたいに出るな。帝王まで行かれるとちょっと厳しいね。多分決着つける場所ここだ。15分のやつ、敵が帝王に入ったと同時くらいでもう決着つけるべき。ここが唯一の勝ち筋。暇人も軍領いて、俺も軍領いて、馬面はそんないないけど、まあ、ここで1分目なんとかギリ落とすみたいな。 2TC で勝てえからな、まあ、中国は。まあ横のフランス狙うならフランスに行くべきだった。いやでもそれどころじゃなかったんだよね多分この時って。ちょっと修行足りねえ、ちょっとまだやろう練習。